竜が如くセブン外伝、前回続きからプレイしていきましょう。水ロギー直接礼を言ってくれるって。おお、上流やりよったの。あんたのガジェットついに極まったやな。ああ強化しきってるね。今までよう頑張ったの上流。ガジェットがこれほど人気に達するとはまさにあんたの努力の賜物や。これを使いこなせるのはあんたしかおらん。え、おお、ありがとうよ。改めて言うで、あんたが世界最強や。大きにな。こんな呼ばれの夢に付き合ってくれて、ほんまありがとうな。強化できんの？何が増える？これか。ガジェットを使った大技。アルティメットヒートモードっていうのがあんまりよくわかってないんだよな。これか。これか？アルティメットヒートモード。あれだよね、なんか、体力は少ない時に、みたいなやつだよね。ちょっと、ないかな。ちょっとないかな。見てみたいけどな。体力そこまで減らさないもんな。ラウンジで。一人ちょっと育ててみてるんだけど、あと3分待たないといけないのか。いらっしゃいませ。なんかある？あるね。絆アイテムか。へえ。高っ。高いけど。これ買っとくか。これどこで使うんだ？これか。メンバー編成。誰外すってなったら。こいつか？こいつかな？でもこいつ全体回復なんだよな。いや、外すか。一番微妙かもしれん。その代わりに入れよう。メンバーの確認。アイテムどうやって使うんだろう。所持品かな。これか。あ、ここで渡すのか。いる？探すの、この中から。ここで探すの結構大変そうだけど。いっぱいいるもん。あ、魔女さん。まずそんな感じなんだ。まあ、一番似合うよな。似合うけど。あ、組長なんだろう、ちゃんとそれぞれに似合いの場所にいるのちょっと面白いな。あれ、今あれか、レベ上げに活かしてるから、いないのか、ここに。そういうことか。そういうことか？1分52秒。ちょっとなんだけどな。すご。ここ全然見てなかったもんな。あ、そっくりさんだ。いる。怖っ、この見た目見た目が怖い。マゾさん、んじゃないんだよ。マゾさんマジで硬いんだけどな。硬いだけなんだよな。
すごいな。うん。じゃないんだよ。てか、連れてきたんだな。あの人も。セットなんだね。それはどうかとも思うけどな。この辺みんないんの面白いな。44秒。一戦やるか。上流。ヘイ上流、全く前には乾杯だよ。でも四天王はまだ3人も控えてる。次の相手はスピードスター鮫島国光だ。ただでさえ早いのにシューズガジェットでさらに速度上げた。奴を捉えるのはもう不可能だぜ。いいのか、俺にそんな情報を渡してしまって。もしかしてお前鮫島に負けてほしいと思ってねえか。実は最近キャッスル中が俺のことをしてんの最弱って笑うもんだからよ。お前が鮫島を倒してくれたら俺だってもう笑い物にされたくなるだろ。ならお前のためには鮫島に勝つとするか。頼んだよ。それいきだ上流。じゃあもうすぐにでも鮫島に挑むか。奴の方は準備万端だ。あとお前次第だぜ。ああ、うん、いいだろう。勝負を受ける。ルールはそっちで決めろ。俺は何でも構わねえぞ。そうこなくちゃな。ちょっといいかい。よう鮫島、上流が対戦を受けると言ったぜ。メロディ、視点の最弱が気安く声をかけてくれるな。俺まで同類と思われるだろう。なんかあれじゃない、元 V6 の岡田さんに似てるよね。お前中身を買ってひどいじゃねえかよ。お前も俺に負けたら同じ立場になる。あまりダンブロディをバカにしてると恥をさらすことになるぞ。楽しめるのは達者な口だけじゃないようだ。ないだろうな。それに見合った実力を期待したいもんだ。いいからさっさと始めようじゃねえか。ルールはどうする。よろしく頼む。俺はここのスピードさ。もちろん対マネどちらが上か白黒つけてやる。サンズの顔もひとっ飛びで超えさせてやろう。ここで銃を抜くな。ここをつって群れてんの。あ、そうか、そうなるのか。タイマンか。はや。危ないな。はい。早い。はい。ちょっと早いな。さすがにめんどくさいが。よいしょ。はいはい。はいはいはい。よし。おら。よいしょ。もうちょい。はい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 。ちょっとめんどくさかったな。驚きました、ジョリュー様。なんと四天王の鮫島さんまで下してしまうとは。もしかしたら私たちは歴史の変わる瞬間に立ち会っているのかもしれませんね。だったらいいがな。ん？おや、どうやらあなたにお客様のようです。ジョリュー、正直言ってお前の強さに驚いている。俺たちは四天王という名の上に長くあぐらをかきすぎていたのかもしれない。ああ、だがいくらお前が強かろうと宇賀神までたどり着かせるわけにはいかない。じゃあどうする気だ。上流。お前とお前の上流会に改めて団体戦を申し込ませてもらう。え。しかも今回俺たちが最強の四天王のうちその3人までもが入るドリームチームだ。悪いな、おとらげない真似をして。構わねえさ。なんなら宇賀神も出したらいい。お、来た。ジャスティスって書いてある。ジャスティスって名前だ。あいにくだが彼は群れることを好まないのでね。彼はジャスティス1975。科学者の両親から譲り受けたパワードスーツの使い手だ。溝の具のガジェットも無用だと言って断った。あ、いいね。好きだ。
だが、その最大の武器は特殊な体や技ではない。瞬時に仲間へ無意識、仲間の無意識に語りかけ、強力な脳波で群れを動かす統率力にあるんだよ。怖っ。なるほど。だから、組織戦で、決着をつけたいわけだ。君にも仲間を揃える準備が必要だろう、上流。いくらでも好きに時間をかけるといい。半端な強さにかかってきたところで、到底私のチームにはかなわないだろう。戦いではなく、一方的な殺戮になる。プラチナランクで目の超えた客ともなると、そんな戦いは退屈だ。もっと楽しい戦いをしよう。いいだろう。ただし、私に戦いを挑むときは、大切な仲間を使い捨ての駒にする覚悟で来てください。来てもらいたい。もちろん、私の方もそのつもりでいる。なんだと？おい、ジャスティス。じゃあお前、俺たちを捨て子、俺たちを使い捨て、だというのか？怖っ。話の邪魔をするな。なんだよ。やめてくれ。俺にビームガンを向けるな。ダン・ブロディは立場をわきまえるべきだ。君は四天王最弱なのだから、口答えを許されない。ずっとかわいそうだ。私の駒になることが、なることの何が不服なのか。あ、わかった。不服はないって。そんなのが統率力なのか。だがまあわかった。こっちも最強メンバーを揃えて挑むとしよう。よし、じゃあいいな、上流。準備ができたら俺に声をかけてくれ。逃げるなよ、上流。一人ちょっと有望株だけ育ててきていいか。ファイターラウンジ。よし。これでだいぶ育った？え？こんなもん？10分かけたのに？あれ？あいつどこだ？どこにいる？違う、お前に興味はない。あ、いた。とりあえず渡すか。10レベか。半分ぐらいはいけんのか。ちょっと待って。渡す。はい。よし。これでいくか。もう10レベルぐらいあれば、いけんじゃねえかな。いや、どうだろうな。まあ、いっか。回復。いや、でも回復やっぱいるか。一人っていうか、二人。死んだら殺すぞ、やっといて。マジマの兄さん強えんだよな、やっぱな。カイトーさん外すか。カイトーさん外すか。代わりに。入れてみよう。火力重視でいこう。どうしよう、ロビー。ロビーじゃない。ロビーじゃなかった。やろうぜ。ヘイ、ジョリュー。お前たちと対戦するメンバーはもう揃えたか。行こう。オッケー。今度こそ、決着をつけるぞ。あんだけ無様に負けといて。多いな。戦力めっちゃ上がったもんな。ダンブロディンできたって30何万でしょ。おら、はいはいはい、いた。うるせえ。人数多いと本当にうるさいんだよな。
オッケー、行け。お、いいね、マシンガン。うん、回復か。危ない。はい、いった。電気はきついな。はい、よし。はい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 。ちょ、雑魚から片付けて。ちょっと待って、ちょっと待って。そうか、回復はあれか、アイテムでできないんだよな。よし、やっぱ回復。あ、やべ、一人死んでる。回復、やばい。いや、やばい。ういって、はいはい。おら、やっぴくん。あ、羊も死んでる。よし、おら、はい、オッケー。回復うっとうしいな。言うほどでも回復してないか。こいつだけだ。ジャスティスがいつの間にか死んでる。一体出て。へいへいへい。よし、よいしょ。はい、もうちょい。こいつ普通に鬱陶しい。あとちょっとなのに。オーケー。誰だ誰だ誰だ。鶏かな、撃ってたの。上流様、私歓迎しております。あなたは何という人でしょう。ついに視点のも残るは、ウガジン様ただ一人です。やれやれ、多くの人間があんたの大活躍に、大躍進に驚いているな、上流。だが俺はそんな風には思わない。その潜在能力があるからこそ、あんたは俺の目に止まったんだ。ウガジン様、戦いの神がこんなところまで足をお運びになるとは。おい、ウガジン、約束を覚えているだろうな。俺が勝ったら水ロギのガジェットを全部返してもらう。そして、極層組の残党を引き渡すんだ。お、当然だ。敗者は勝者に従うのみ。だが逆もしかりだ。お前が俺に負けた時は全てを失うだろう。そもそも地下格闘技は、試合後の選手たちの命を保証するものではないしな。そいつはもっともな話だ。では例によってここでダンブロディを正しておく。例にもよってって知ってたんだな。準備ができたら彼に声をかけろ。立たせておく。俺はあんたを正し、世界最強の称号を盤石にする。ルールは当然1対1のデスマッチだ。依存はあるまい。分かった。お前の方は長いこと馴染んだ王座から降りれんだ。せいぜい別れを惜しんでおくんだな。いいアドバイスだ。俺もかつて人類最強を自称していたミゾロギに似たようなセリフを言ってやったよ。え、初戦だったんでしょ。初戦にそんなこと言ったのお前。すごいな。はい、ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。